はい、どうもダナタです。では、前回からの続きやっていきたいと思います。前回説明したように、今回 G の方へ行きたいと思います。それでついに、このゲームのヒロインと、まあ、出会うようになります。はい、じゃあ行きましょう。まあ、召喚師とはどういうものなのか、待ってみたら分かりますね。なんか本当本当に俺の知らない世界だった。ウラスカ様が大召喚師となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。大召喚師って何すか？な、あの俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚師とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるのか。選ばれし召喚師が操るは血肉を持たざる聖なる獣召喚獣。祈りに応えて姿を現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。はい、ではちょっといろいろ言ってみましょう。特に何もない。こういうところも隅々調べてもらうとアルベドの、書物がたまに手に入る。試練の間ですね。ちょっとワッカの家行きましょうか。悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でもしてろ。疲れてるんだろ。夜
様子を見に行った方がよくはなかろうか。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。しかし、もうかれこれ。かれこれ、一日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか？すでに関係者で手分けして探している。ありがとうございます。あんなやつ帰ってこなくてもいいのに。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。ワッカ。え、ワッカはどこ行ったんでしょう。もう一度ちょっと G の方行ってみましょう。何かあったのか。召喚士が試練から帰ってこない。あ、いや、正確にはまだ重召喚士だ。あの奥に試練の待ってるのがあって、重召喚士はそのさらに奥で祈る。祈りが通じれば正式な召喚士になれるって思い出したか。誰かが奥の奥から帰ってこない、それは分かった。もう一日経ちまった。命に関わることなのか。時にどうして助けに行かない。ちゃんとガードがついてるし、なのに起きてないし。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。起きてを破ってはなりません。死ぬか。さあ来ましたね、試練の間。まあこのゲームの、まあ、一つのいきなり心細くなった。エボンの秘術を求めるものは修練の間にて試される正しい道を見つければ祈り声と招かれる。怪しいところをまるで調べて道を開きなさいということだね。開いていきましょう。歯のスフィアには隠されたアイテムと道へ開く力があると。さらに大事ビサイドのスフィアの必要らしい。これが風のスフィアですね。ということで、まあ要は置いていって、道を切り開いていけという感じですね。で、じゃあスフィアをね手に入れていきましょう。
このまま押せば、クリアなんですけど、それだと、ダメなんですね。次にやるの、やることでいうと、これをやる。そうすると、宝箱は手に入ります。ワイズロック。これはね、必ずやらないといけないイベントです。で、あとはもうこのまま押せば OK。 これをやっておかないと、最強の召喚じゃなかったな。いや、ここは召喚師と重召喚師、そしてガード以外立ち入り禁止だ。おきてだからよく覚えとけ。あんたはいいのか？俺はガードだからな。ガードってば？お、お、あ！召喚士は月夜中の寺院で祈りを捧げるための旅に出るんだ。ガードってのはその護衛だ。正しいこと、トロフィー獲得です。なんであんたが来るわけ？私たちじゃ不安だった？いや、その、つい…召喚士は大丈夫なのか？できました。私、召喚士になれました。そりゃ驚くって、召喚士はおじさんだと思ってたからさ。はい、出てきましたね。あれがこのゲームのヒロイン。さあ、名前は
教えてくれます。ちなみに先ほどの試練の、まあ、歯のスフェアは必ず、あと何箇所あるかな、1,2,4 箇所5箇所ぐらいあるので、必ず歯のスフェアも取ってください。取らないと、最強の召喚獣が手に入りません。こっちこっち、圧倒的な光景だった。見た目は少し怖かったけど、なんていうのかな、不思議な優しさみたいなものが俺にも伝わってきたんだ。はい、これが、俗に言う召喚獣と言われるものですね。名前はバルファーレです。まあそのうちまた名前変えます。そうそう、初めて話をしたのは夜になってからだ。俺には分かってなかったけど、あれは特別な夜だったんだよな。みんなの、俺も。チームのみんなに紹介だ。今度の大会にどうしても出たいってんでチームに入れることになった。ちょっと記憶がねじ曲がってるから変なこと言うかもしれないが気にするな。俺挨拶。よろしくな、みんな。で、大会の目標は？精一杯頑張る。俺たちの目標は変わった。目標は優勝だ。クリスタルの優勝カップをこの島に持ち帰る。出る試合には全部勝つ。よそのチームは全部倒す。そうすりゃ優勝できる。簡単なもんだ。余計なことしちゃったよな。いいの、
私が未熟だったから。あのさ、召喚獣見たぞ。すごかった。本当？私、大召喚士になれると思う？ユーナ様、もっとお話ししようよ。じゃあ、また明日。明日って？明日は同じ船で出発でしょ。あ、そうなの。お話できるよね。ああ、ザナルカンドのこと聞かせてね。かわいいだろ。好きになるの？そんなの約束できないね。向こうが俺のこと好きになったらどうする？そんなことにはならない。眠くなってきたら俺に言え。寝床の用意してやるから。はい、というわけで紹介さ、やるなと。ではもうやることないんで、ばっかに話しましょう。ん？休むか？明日は早い。ちょっとね、他のやつにも話しかけたいんですが、こっちにおるかな。ああ、ないね。うん。船来ないな。早く来ないとみんなに見つかっちゃうね。本当にいいのか？ザナルカンドに連れて。こらー、あたしと旅するって言ったのに。あれはユーナを好きになるなって言われたくせに。そっか。え、いや、あの…そう、だから私と行くの。なにやってんだ、ガキのくせに女と旅だ。千年早いって。おうおう、また始まるのかな。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。大嫌いだ。聞こえねえな。もっと大きな声で言わないとダメだよ。大嫌いだ。あ？ほら、頑張れ。ほら、頑張れ。大嫌いだ。もう死んでしまったのよ。でもさ、あいつだって困ってたし。また言い訳？だってでも聞き飽きたわ。で、チャップって？俺の弟だ。お前に似てたんだ。死んだ？
討伐隊に入ってたけど、去年真と戦ってやられた。俺がそれを知ったのは大会の日でな。ああ、それで俺はガードになって真と戦うことにした。敵討ちか。そのつもりだったけどな。笑っちゃうよな。弟の敵討ちとブリッツ、どっちが大事だってんだよな。まあ、次の大会終わったらガードに専念すっから。そのためにお前を利用してるみたいだけど、悪いな。気にすんなよ。俺だってあんたに頼りっきりだ。あんたに会えて本当に助かってる。いろいろありがとな、若。照れるからやめる。はい、ちょっと中二病的な感じもありますけどね。今回はまあここら辺にしましょう。次回からまあ旅立ちという感じになるんでしょうね。ということで今回の動画は以上となります。それでは失礼します。お相手はダンタでした。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。